夢ラジオ第6515回、今日は令和6年7月6日土曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、空は曇っていますが気温は上がっていますね。前の森では夏の虫鳴いていますよ。もうすぐセミが鳴き始めますね。さて、午後3時からはオンラインの授業ありますから、その前の時間での夢ラジオ、今回は桜井の玉神批判をお話しいたしましょう。桜井候補が玉神候補をやっぱ批判していますね。須田慎一郎さんっていうお方、このお方が桜井さんにインタビューをやってるっていう、そういう番組があるんですよ、この都知事選においてね。で、桜井さんがこの20年間、在特会の頃からやってきた話を、聞きながらですね、最後にという感じで玉神さんの話題になって、それでなんで玉神さんがそもそも立候補したんだろうということで、須田さんとしては自分の名誉を回復したいという、そういう思いがあったんじゃないか、玉神さんにね。そういうお話されたんですよ、須田さんが。するとね、桜井候補は認めねえぞそんなものっていうふうにバシッと言ってましたね。ほいで、やっぱデヴィ夫人のことをさっと言いましたね、桜井さんは。ほいで、拉致被害者のことは諦めてもらえないでしょうかっていう発言、デヴィさんのね。ともう一つ、私はよく知らなかったんですけど、今の天皇陛下が皇太子だった時に、もう皇太子からは降りた方がいいっていう、そういうことをデヴィさん言ったんでしょうか。私はこれちょっと初めて聞いたんですけど、もし本当ならとんでもない発言ですよね。で、こういう人をそばに置いてね、応援させてる玉神さんなんか認められるわけねえだろうと、毒が欲しだいとか、いつもの調子で桜井さん言ってましたね。その通りです。桜井よく言った、その通りですよ。だから誰が見てもそうなんですよ、やっぱり。けれど頭いかれちゃってる人はその辺分かんないんでしょうね。それで日本を守るのは玉神さんだけだみたいな、それはそれでそういう考えの人はいていいんですけど、でデヴィさん何なんだと、もうデヴィさんがそういうご発言これまでなさったのは、何度も言いますけど、デヴィさんの人生が詰まったものでもあるのでね、それは彼女の自由なんですよ。むしろデヴィさんなりにこう一貫してるとは言えるんだよね、ブレてないというか。けれどそれを、ね、日本を守るとか保守とか言いながら、なんで応援演説に何回も起用するんだと。だから桜井言う通りなんですよね、これね。須田さんが名誉回復とか言ってて、私はどうなんだろうね、そんなに玉神さんのことは知らないので。あと、なんか75歳って言ってましたけど、玉神さんそんな年齢なんでしょうか。水島社長が70歳超えたか超えないかっていうふうに割とお話しされてるんですけど、玉神さんの方が年上なのかな、水島さんより。だからもう引退時期なんですよね、75歳。けどそれでも出るのはって言って、やっぱり名誉回復だろうというふうに須田さんおっしゃって、で桜井がもう私はこの年でも隠居したいなんて言ってるわけですから、もう年金もらうような、そういう65歳って言ってましたね、今の制度では。そこからはもう被選挙権取り上げる、つまり立候補できなくさせるとか、そういうのが必要なんじゃないかみたいな、もしこれ被選挙権取り上げたら、小池さんも70歳超えてますから、ちょっと選挙できなくなりますね、選挙に出れなくなりますよね。ともかく、なんで私もそもそも去年の12月にね、公民権の停止が解かれて、それでホイという感じで
お出になったんですけど、玉上さん、なんでお出になったのかなと、しかも同じ都知事選に、それは今回須田さんが言ってるような、やっぱり10年前にこれで自分の名誉が不当に傷つけられたと思ってるから、それをもう一回リベンジして、どうしてもそれはやっておきたいということだったのかなと、うん。ただ桜井さん言ってましたけど、自分で自衛隊のね、人物連れてきて、でその連れてきたその人たちがおかしなお金の使い方をしたんだから、自分も当然責任問われるべきでしょう。はい、桜井さん言う通りです。どうですか、リスナーの皆さん。これあれは参政党の皆さんにも言いたいですよ。参政党のいろんな人が玉上さんに応援演説入ったらしいんですけどね。当たり前のことやと思うんですけどね、デビさんのことといい、お金のことといいね。桜井が言うように、そんなものを認められるかいと、ほんならクーデターでも起こせやとか、また桜井っぽいこと言ってました。夢ラジオ、明日の都知事選ですね。桜井さんについてお話しました。